7番谷口力也の吹奏は3番平総一とさらに5番菊池隆。これらがじわりと動きを見せて残り2周を切りました。6番島田茂樹先頭、7番谷口の動きを見て少しペースを上げていきます。1番小林は3番手の状態キープ、4写真差がついて7番谷口力也5番手の状態、残り1周半切りました。タイミングを測って7番谷口力也、昨日同様に仕掛けるのかどうか。しかし中段では1番小林博義も牽制を見せつつ、前は6番島田茂樹突っ張っての先行勝負、残り1周切りました。7番谷口の3番手が5番菊池隆切れまして、熊本勢が猛然とまくり上げてくる。さあ最終周回2コーナー、6番島田の先行を合わせて1番小林のまくり、小林博義、富澤陽介、南関東勢の上を7番谷口力也まくり合戦を制する。3番平総一も絡まれながらも追走して熊本勢抜けて直線に入りました。間をついて2番鈴木範雄も奮戦だ。先頭7番谷口力也氷、2着はさばいた2番鈴木範雄、3着3番平総一です。